どうも岡剛です。今日はですね、夜の赤間神宮にお散歩に来てみました。はい、あ、車が来る。青だけど車が来て、一人で話してるのを見られたらやはり恥ずかしいものがありますと。七五三って書いてある。七五三見えないな。七五三って書いてある。七五三でございます。おー、夜の赤間神宮は相当雰囲気ある。こんな感じですね。階段を登っていきたいと思いますと。ちょっとね、昼間は何回も来てるんですけど、夜はよくよく考えたら来たことがなかったので、来てみようかと思い来てみましたが、若干怖い感じはあります。あ、ライトがいるな。一応ライトオン。こっちが本当の確か赤間神宮なんですよね。ここが見えないな、暗すぎて見えない。 iPhone のライトだけじゃ見えない。一応ね、向こうが九州の光です。じゃあ行きましょうか。まあ簡単なね、今日はサブ的な動画で見ていただけたらいいかなと思って。おお、ここ立派。この雰囲気立派。やっぱりライトアップされてるとすごいな、雰囲気が。赤間神宮入ってみたいと思います。よし、うん、雰囲気たっぷりだ。誰もいない、誰もいないです。そうそうそう、ここゴールデンウィーク剪定祭があって、この辺り、この辺りで見てたんですよ。暗くて何も見えないな。よし、ここでお参りをちょっとして、向こう側のまた平家の墓だとか、ちょっとね違う神社もあるので怖いんですけど行ってみたいと思います。まずはここでお参り。はい、一応ねお参りしました。で、奥の奥行けるのかな、この時間帯。耳なし芳一と平家の墓でございます。ちょっと怖い、一人だし、しかも誰もいない。ここは相当怖えな、相当やばいな。あ、でもここ閉めてあるな。こんな感じ。耳なし芳一さん、ちょっと鳥肌がさすがに立つな。ここ平家の墓です。鳥肌全然見えない。中には何か見える人はいますでしょうか。ちょっと鳥肌がやばい、かなりやばいぞ。鳥肌が怖い、怖い。ここね、今行ってきました。なんかいろいろ書いてあるな。裏山とか何かあるのかな。ちょっと鳥肌もの、ちょっと後ろ振り返るのがちょっと怖いぐらいで、ここ抜けて、ちょ、またね戻ってきました。で、あっち側が今平家の墓で、こっち抜けたらね、ちょっと暗いな、さすがに暗いけど、あ、これすごい、これなんかすごい。ちょっと手が冷たいね、手がかなり冷たくなってきた。よいしょ、ここもな感じかな。んで、こっからのね景色がまたいいんですよ。ライトがついた。ここからの景色、ここね、向こう側九州見えると思うんですけど、結構ここからのこの木をまたいだ景色、僕好きですね。あと関門橋ライトアップされてます。時間は今6時13分。関門橋、ここここどうぞどうぞって言ってもかなり怖いけど行ってみようか。もちろん一人でございます。あ、行けないんかな、行けるか。ここここのトイレはちょっと入られない、怖すぎて。いや、このライトだけじゃ何も見えないんじゃないかな。オープン。
近寄らなきゃ。いや、肉眼ではね一応見えてるんですけども、ちょっとカメラ越しは厳しいかな。厳しいというかめちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖いです。やめとこ。こんな感じですね。で、怖いな。ちょっと奥には入られない。おちょっとなんか寒気がする。やばいやばい、鳥肌が立ってきた。ビビりすぎて降りすぎちゃった。こっち戻らないと、はあ、まあこんな感じですね。はい、一応さっきこっから行ったんだけども、上はねちょっと真っ暗すぎて怖かった。でビビりすぎてずっと降りていってしまった。まあこんな感じですね。一応ねパワースポット的な感じだったと思います。赤間神宮はとても雰囲気があっていい場所でございます。赤間神宮、ちょっとサブ動画な感じになっちゃったんですけども、夜ねこの辺も来てもいいんじゃないかなとは思います。誰もいないけど、やっぱ iPhone だけのライトじゃ暗いな。よいしょ、ここが綺麗だよな。赤間神宮はこの辺りがとても綺麗です。まあサブ動画でございますが、すごくいい場所。ただちょっと奥の神社はこの前日中行ったけど、あの時は良かったけど、さすがに真っ暗でライトもなかったら怖いし、なんか手も冷たいし嫌な感じでした。そんな感じですね。じゃあ帰ろうかな。赤間神宮でございました。最後下関市赤間神宮、内側が九州ですね。ポチって押して